金なんて何の価値もねえ。この忌々しいゴールドプリズム、黄金の牢獄ではな。黄金の牢獄？ああ、テゾーロは世界中の金を貯め込み、黄金の町とその地下には黄金の牢獄を作った。皮肉な話さ。一攫千金を狙った連中が金に囲まれて死んでいる。ここには金はあるが食料がない。俺たちが苦しむ姿を見てテゾーロは楽しんでいるのさ。おっさん誰だ。俺か。俺はただの負け犬さ。なっ、こいつは驚いた。おめえフレイズマックスか。誰だよそれ。知らねえのか。フレイズマックス、ただの一度として負けたことのねえ伝説のギャンブラー。俺のガキの頃の憧れだった大スターだぜ。確か革命軍に入ったって噂を聞いたが。確かに俺はフレイズマックス、負け知らずのギャンブラー。罰にだがな。人生のギャンブルには負けてたのか。だがその名はもう捨てた。革命軍も関係ねえ。俺はこのカジノで大勝負を仕掛けて惨敗した。ギャンブルに負けた時点でレイズマックスは死んだのさ。